カクタクです、カクカズです、ザ・タッチです、応用です、応用です。いやちゃうやん。名前を略した、名前を略した、俺は角田拓也、角田和也だから。あ、もうギリギリ分かった、角田拓全然意味分かんなかった。さあということで、はい、短縮したということは、はい、いきます、モンスト短縮リズムゲーム。そういうことだったんですね。はい、これ好き。これね、短縮した言葉を言って、うん、それをフルネームで答えるということですね。これボイスクイズと違って俺にも勝ち目あるからさ。お前ボイスクイズ勝ち目ないかな。勝ち目なくないです。さあということで、はい、クイズ出してくれる、はいはい、この方ゴエちゃんです。ゴエちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回も短縮リズムゲームやっていこうと思うんですけれども、はい、まだあるんすか。そうなんです、結構ね、探すの大変で、はい、なりそう。探すの大変ってことはより難易度もちょっと上がっていくということで。あ、そっか、なるほど。深いところまでね、新しいのもいっぱい入ってる。もちろんです。まあ前出したのももちろん出るんですけれども、はいはい、その中にちょっと織り交ぜていくので、うわ、皆さんはぶっ壊しが、なんだよな、ぶっ壊しきますぶっ込みでしょ。ぶっ込みがあるのでお気を付けください。石声は結構いやらしいの。石声も石声はさ略してる。そうですね、はい、カクタクは僕本当に分かんなくて何の話だと思いながら笑ってしまうんですけどね。カクタってさ、カクタ知ってます、知ってますけど。はい、はい、ということで、皆さんリズム覚えてらっしゃいますでしょうか。はい、久々だからな、練習します。一回だけ練習しましょうか、はいはい、短縮違う違うリズムね。あれ全然違うじゃないですか。全然違う、誰もついていけない気がするんですよ。ちょっと待って、この曲よくねー。郵便部いきますよ、はい、モンスト短縮リズムゲーム。イエーイ、これ練習、うん、練習です、練習です。はいはい、モンストちょっとちょっと、モンスターストライクちょっとちょっと、グリシュンちょっとちょっと、オグリシュンちょっとちょっと。いや、略さないですよ。オグリシュンのことグリシュンって言わないんで。いや、素晴らしいですね。そこが出てくると思わなかったんで、みんな言えたんで、ちょっと淡路はもうずっと危なかった、よちよち歩きで。いやグルービーにやらしてもらう。グルービーにやる、普通にやれよ普通に。ありがとうございます、うん、まあそういったね、短縮今のリズムどうですね、はい、短縮された言葉をきちんと直していただきます。スピードは今ぐらいでいいんですね。大丈夫です、はい、うん、じゃあよろしければ。うわー怖い、2ポイント、先に2回間違えてしまった人が罰ゲームと、はい、いう形になりますので、間違えた人がポイント入るってことですね。そういうことですね。でも僕らが全問題なくなるまでやれば、スタッフ陣が罰ゲーム。ふわっと、確かにそれはありますね。そうですよね。確かに確かに。その通りですね。答え切ろう。怖っ。じゃあ行きますか。はい。もういいですか。で、僕は大丈夫ですか。いや、ちょっと静かにしてもらって。集中してるんで。よし、じゃあ行きましょうか。はい。はい。それでは行きます。何ですか。大丈夫ですかね。いいですか。あれ検視にしません、はい、漢字の名前。いやー、淡路がさ、淡路がさ、歴史上の人物弱いからさ、あっちって分かんないんだよな。あっ、ちょっと線ならぶっこんでくるから、淡路は。怖え、カタカナカタカナ、ちょっとちょっと言えなくなってきますよ。それは俺ら知識でさ。そうなんですよ。行きましょう、行きましょう、行きましょう、よっしょよっしょみたいな話。やっしゃやっしゃやっしゃ、滝足姫の後やっしゃやっしゃ。なんでそこに引っ張られるんだよ。よし行こう。はい、それでは行きます。モンスト短縮リズムゲーム、イエーイ。ビル、ちょっとちょっと、ディルロッテ、ちょっとちょっと、ヘングレ、ちょっとちょっと、ヘンデルとグレーテル、ちょっとちょっと、あれ、いやだ、アンドだ、アンド、アンド、これはダメですよ。アンド、ヘンデルって言ってましたよね今。ヘンゼル、これはそれ、あれ、栃木弁ですよ。いや、そうダメ、ヘンデル、エンゼルをエンデルって聞こえちゃう。これもう何回出たんですか、ヘングレは。これずっとみんなミスるんですよ、誰かしら。ヘンゼルですから。ヘンゼル、それ淡路に行く約束じゃないですか。いや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 、でもそれは取り一つ目のディルもちょっと危なかった。危なくないですか。いやでも前回出てますから。そうそう、ダメオカなんかから来てください。毎回おなじみディル・アングレイに来て。
うわ怖い怖い怖い、ちょっと怖いな。ヘンゼル&グレーテ、ヘンゼル&グレーテ、しかもヘンゼル&グレーテ、怖いよ。行きましょう。じゃあカズヤがヘンゼル&グレーテ答えるところからですね。そうですね、はい、それではモンスク。あ、今アウトだ、今アウトです、今アウトですから。モンスク、モンスクはやばい。これみんな噛むんですよね。モンスタースクール。そうですね。モンスタースクール。短縮と一緒ですね。僕も含めて噛むんですよ。行きましょう。じゃあ行きます。はい。モンスト短縮リズムゲーム。イエーイ。はいはいはい。ヘングレ。ちょっとちょっと。ヘンゼル＆グレーテル。ちょっとちょっと。ランスロックス。ちょっとちょっと。ランスロット X。ちょっとちょっと。ヨシノブ。ちょっと高橋なんでなんでちょっと早いってそんな諦めるの。いやもうヨシノブって言った瞬間高橋ちょっとちょっとで考えろよ。あ、そうか、ちょっとちょっとまでいけるから、考えれるから。もう諦めてんのヨシノブ。ちょっとちょっと今も思いついてないからだろう。これも全部出してるんですけどね。はい、言って宮本。いやだちげえよおじさん。徳川だよ。宮本で武蔵が来たことない。徳川最後の将軍だよ。いやだから高橋じゃないのよ。そう、高橋義信のくだりいつもあるじゃないですか。それを思い出しちゃった。それを覚えちゃってんのね。ちょっとまだそのゴヨちゃんが新しく考えたとこまで行ってないから。2ポイントで終わりですよね。2ポイントで終わり、早いよ。終わっちゃいそうな感じ。徳川義信ですね。俺もやばいんだけど、次戦国武将来たら終わりじゃないですか、こいつ。やっべえ、マジでやべえ。高橋義信、はい、じゃあ徳川義信、やばい、頭が回ってない。徳川義信、徳川義信、義信。ちょっとちょっとですよね。大丈夫かな。やばいぞ、これゲームになってないぞ。ゲームになってねえよ、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、それではモンスト短縮リズムゲーム、イエーイ。義信、ちょっとちょっと。徳川義信、ちょっとちょっと。義務、ちょっとちょっと。ギムレット、ちょっとちょっと。西郷、ちょっとちょっと。西郷隆盛、ちょっとちょっと。サスケ、ちょっとちょっと。サルトビサスケ、ちょっとちょっと。ユグ、ちょっとちょっと。ユグドラシル、ちょっとちょっと。覇者と、ちょっとちょっと。覇者の塔、ちょっとちょっと。キンキ、ちょっとちょっと。キンキの極、ちょっとちょっと。神殿、ちょっとちょっと。英雄の神殿、ちょっとちょっと。神獣、ちょっとちょっと。神獣の聖域、ちょっとちょっと。紋章、ちょっとちょっと。紋章力、ちょっとちょっと。あ、何？いやさ、何か。紋章の力とかじゃないですか。魂の紋章に。魂危ねえ、俺は。危ねえ、俺は。紋章力でもいいでしょうよ。紋章力って言葉もあるじゃん。いや、じゃあそれはだってフルネームで。紋章力っていう言葉もあるじゃん。そうですね。否定はできないんですけれども、ここで答えて欲しかったのは、まあ、紋章なので、魂の紋章。まあ、フルネーム。嘘ー。ねえ、ちょっと、英雄の神殿は、何ですか、魂の神殿。神獣の聖域の神殿。一応、モンストの、この、はい。モンスターのところに行って見ると魂の紋章っていう風に書いてある。魂の紋章、はい、はあ、俺これ多分これも言えてないっすわ。危ねえ、魂の紋章、ね、うん、紋章力っていうのは数値としてもあるんですけど、はい、あれは魂の紋章なんで。なるほど。そして答えてほしかったっていう意味で、これはね、否定されることもあるかもしれないですが、じゃあ、まあ、まあ、これは立ち上がで見ましょうね。まあ、立ち上がルールで立ち上がルールでいこうと思います、はいはい、じゃあダメということで、はい、じゃあ僕1ポイントですね。お、並びましたね。魂の紋章ですね。はい、はい、OK です。うわー、じゃあ怖いわ、やっぱり。じゃあ行きます。はい、和也さん、お願いします。モンスト短縮リズムゲーム、イエーイ。紋章、ちょっとちょっと。魂の紋章、ちょっとちょっと。竹会、ちょっとちょっと。ヤマトタケル会、ちょっとちょっと。ベルフェ、ちょっとちょっと。ベルベゴール、ちょっとちょっと。ベルゼ、ちょっとちょっと。ベルゼブブ、ちょっとちょっと。アグナックス、ちょっとちょっと。アグナムート X、ちょっとちょっと。ギルガメ、ちょっとちょっと。ギルガメッシュ、ちょっとちょっと。グリファン、ちょっとちょっと。グリーンファンタジー、ちょっとちょっと。クーフー、ちょっとちょっと。クーフーリン、ちょっとちょっと。ジーク、ちょっとちょっと。ジークフリート、ちょっとちょっと。ナポ、ちょっとちょっと。ナポレオン、ちょっとちょっと。タキヤシャ、ちょっとちょっと。タキヤシャ姫、ちょっとちょっと。ハイトク、ちょっとちょっと。ハイトクミソルズ、ちょっとちょっと。ヌボコ、ちょっとちょっと。アマノヌボコ、ちょっとちょっと。ゴエモン、ちょっとちょっと。石川ゴエモン、ちょっとちょっと。アポカリ、ちょっとちょっと。アポカリプス、ちょっとちょっと。ベンザイ、
ちょっとちょっと弁財天ちょっとちょっと松陰ちょっとちょっと吉田松陰ちょっとちょっと新作ちょっとちょっと危ねえ高杉新作やばい武蔵ちょっとちょっとやばい山本武蔵ちょっとちょっと小次郎ちょっとちょっと佐々木小次郎ちょっとちょっとノストラちょっとちょっとノストラダムスちょっとちょっと赤ちゃんちょっとちょっと赤ちゃんあ、違いますよね。え、アカシア。アカシアゲノムじゃないですか、これ。アカシアゲノムです。あー、いやー、わかったよっしゃー、あぶねー、あぶねー。あと、お前、ヤッシャヤッシャって言ってたよ。言ってないですよ、言ってないですよ。いやいやいや、アカシアゲノム。あの、それし、あれあぶねー、それちゃんと今すごい続いて、ちょっと進化してもアカシアゲノムそあのアカシャゲノム、まあアカシャって言うとアカシャなんですけど、正式名称はアカシャゲノムなんですよね。それは進化してもんすか、進化前だけ、進化してもアカシャゲノムだった。短縮リズムゲームっつってんだから僕も認めますけど、進化も短縮リズムゲームっつってんだからじゃなくてアカシャって言われてアカシャですよ。それあれだ、手前なんですよ、手前がアカシャで進化後がアカシャゲノムなんですよ。おじゃあしょうがねえ。あ、そうかそうかそうか、進化後が赤シャケ飲むの。いや、それは分かんないっすわ。そー、ほんとだー、赤シャケも進化後だから、それ言わないね。進化っていうか神化後ですよね。神化後、はい、うわ、これはでもぶっこみだ。危ねー。いやー、すごかったっすね。なんか誰も間違わない感じがすごかったっすね。ゲームでしたね、ちゃんと、うん、いや、いい感じですね。もしかしたらどっか一文字間違ってるとかあるかもしれない。もしかしたらそうですね。あれ、雨のぬぼこじゃないですか。雨のぬぼこじゃないですよね。雨のぬぼこですよね。あ、マーノじゃないですかね。雨のでしたっけ。雨のいや、僕ちょっと一瞬、あ、俺もそう、俺もそれ、そこだ、あれ止まるかなと思ったんだけど、雨のぬぼこでしょ。いや、雨のですよ、確か。ということで、雨のぬぼこだったので、たくやさんにポイント与えるんですが、これだとちょっとつかめないので、ポイントとして、3ポイントで、うわ、動こうと。じゃあ2ポイント、2ポイントってことですね。そうですね。で、次間違えた人は3ポイント。なんで意味ないじゃん。急に。意味ないじゃない。じゃあ3ポイント選手に変更ということで。はい、そうしましょう。問題あったと思ったのに。問題あるんです。あともうちょっとありますので。はい、じゃあもう、ちょっと延長戦です。サドンです。サドンです。赤シャケノム。赤シャからいきますか。はい、それでは、モンスト短縮リズムゲーム、イエーイ。赤シャ。ちょっとちょっと。赤シャケノム。ちょっとちょっと。失神。ちょっとちょっと一撃失神。ちょっとちょっと遊撃。ちょっとちょっと熱き遊撃の力。ちょっとちょっとルパン。ちょっとちょっとルパン三世。ちょっとちょっとちょっと何ですか、セーフでしょ、リズム。いやいやいや、セーフでしょ、ギリ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 セーフ、ギリギリセーフ。そうですね、いいよ、わかりました。じゃあもう一回ルパン、ルパンからいきましょう。いきますよ。あれぐらいだったらセーフ。前頭葉が。それではいきます、はい、モンスト短縮リズムゲーム、イエーイ。ルパン。ちょっとちょっとルパン三世。ちょっとちょっとフジコ。ちょっとちょっとミネフジコ。ちょっとちょっとゴエモン。ちょっとちょっと石川ゴエモン。ちょっとちょっと次元。ちょっとちょっと次元大好き。ちょっとちょっと桑原。ちょっとちょっと桑原一馬。ちょっとちょっとゆうすけ。ちょっとちょっと浦飯ゆうすけ。ちょっとちょっとクラマ。ちょっとちょっと読みアンドクラマ。やっべーやべー、ちょっと待って、読みアンドだって、クラマなんでしたっけ。ようこ、あ、ようこクラマか。南の周一だっけ。南の周一か、どっちか。どっちかじゃない、そっちか。ようこクラマか。いや、もういい感じに、あぶねえ、やべえ、事前大事だ、大島に来たぞ、はい、やべえ、かなりいいとこまで来てますね。来てる、よし、桑原一馬、グッド。いや、すごいな、そこ答えられると思うよ、これね。グレートじゃない、グレート。あの、ルパンシリーズから変えたのに答えられてしまった、はい、すげー。いやー、あれすごいわ。ちょっと強烈でしたね。ありがとうございます。まさか負けると思いませんでした。ありがとうございます。じゃ、もうちょっとですね。はい、はい、横クラマ、はい、じゃあ、横クラマから、はい、モンスト短縮リズムゲーム、イエーイ。クラマ。ちょっとちょっと横クラマ。ちょっとちょっとランマル。ちょっとちょっと森ランマル。ちょっとちょっとカレン。ちょっとちょっとカレンネイビス。ちょっとちょっとおでん。ちょっとちょっとオーディン。ちょっとちょっとサイゾウ。ちょっとちょっと霧隠れサイゾウ。ちょっとちょっと三蔵。ちょっとちょっと三蔵法師。ちょっとちょっと半蔵。
ちょっとちょっと。服部半蔵。ちょっとちょっと。チンギス。ちょっとちょっと。チンギスハン。ちょっとちょっと。ジャンヌ。ちょっとちょっと。ジャンヌダルク。ちょっとちょっと。あー、一回問題切れか。問題切れじゃん。一旦問題切れですね。おお。ここで、ゴヨモンさんに1ポイントその通りですね。いやでも結構続きましたから。いやかなり危ねえ。絞られてまいりましたね。じゃあここでスピードアップしましょうか。スピードアップちょっとしましたよ。ナチュラルに。ナチュラルにしてましたねそれかもうお二人で戦うっていうのはどうでしょう。確かに、サドン確かに。ズルいぞ。いや、ズルいぞ。いやでもだってもう今からね僕らが二人でサドンですよね。二人でサドンですしますか。はい、スピード上げてサドンです。わかりました。面白そうだ。俺らは答えなくていいってことですよね、うん、その通りです。二人で、じゃあ差しで、なので、過去出したものも出すという体で、はい、サドンデスでスピードアップしてやりましょうか。これおもろそう、はい、で、いやあっち向いてほいじゃないですか。大丈夫ですか。ちょっと前向いて大丈夫。ブワーってどんどん僕も行ってくのでお二人も判断していただいて。わかりました。最後の勝負見届けていただければと思います。はい、じゃあいきますか。はい、じゃあ二人でサドンデス。はい、モンスト短縮リズムゲーム、イエーイ。チンギス。ちょっとちょっと。チンギスハン。ちょっとちょっと。ハンゾウ。ちょっとちょっと。ハットリハンゾウ。ちょっとちょっと。サイゾウ。ちょっとちょっと。キリガクレサイゾウ。ちょっとちょっと。ヨシツネ。ちょっとちょっと。ミナモトメヨシツネ。ちょっとちょっと。クシゼロ。ちょっとちょっと。クシナダゼロ。ちょっとちょっと。タケカイ。ちょっとちょっと。ヤマトタケルカイ。ちょっとちょっと。ヨシロンブ。ちょっとちょっと。高橋。いやもう刷り込まれてるな。もう高橋が高橋以外出てこないね。出てこないんですよ。なんだろう、なんだろう。もう高橋以外が一切出てこない。高橋最初に出てきちゃうんですよ。終了。よっしゃ。いや面白かった。早いと難しい。早いのすごいな。汚ねえよ。噛むのすらアウトだから。高橋吉野も汚ねえよ。汚ねえとかね。なんで吉野も来るんすかということで、拓也が3ポイント、和也2ポイント、大島淡路1ポイントで拓也罰ゲーム決定。よかった。いやちょっとすごかったですね。ちくしょう。刷り込まれてんすよ高橋が。あと皆さんも結構やっぱり慣れてきてる分もあって、うん、ほとんど答えてくれるんですよね。そうですね。だから僕も問題考えられとして楽しかったですし、あの本当に吉野部はキラーなんだなというふうに思いましたね。はい、ありがとうございます。次吉野部徳川が出てくる隙間がない。高橋ヒヨンモン全部高橋なんだ。高橋全部高橋高橋吉野部。高橋しか出てこない。はい、ということで、私、今日罰ゲーム持ってまいりましたので、はい、早速やっていきたいと思います。お願いします。はい、ということで、今回はですね、ゴエちゃんの中国土産シリーズ。うわー、何それ。中国。私ですね、中国にちょっと出張に行く機会がございまして、お土産を。うわ、ちょっと気持ち悪い。はい、うわー、ちょっときついな。何これ。何これ。気持ち悪い。なんか、わけのわからないお土産。茶色いやつ。これだから見た目で買ったってことですよね。そうですね。なんだかわかんないもの。袋的にあの、うずらの卵とかさ、燻製のやつ、燻製卵とか入ってるような。形がでも山みたいなね。僕も正直食べてないので。大丈夫ですかこれ。うわー、果たしてこれは下手したら全然美味しい可能性もあるんです。なるほど。怖いよ。まあ、言ってもちゃんと売られてるものですから。そうです、そうです。なんだか教えてほしい。確かに。でも怪しい、民間がやってるお店で買ったやつだ。いやそれ怖えな。でさ、民間がやってる、何がやだってさ、こうパッケージがちょっとさ、そうですね、圧縮汚れてるというか。そうなんだよ。パッケージもすごいっすよね。パッケージがなんかベトベトするし。うわー、ちょっときついっすね。これいくらしたんですか。これ実はあのお土産店で2000円ぐらいです。じゃあいい値段っすね。漢方なのかな。じゃあ食べてみましょう。はい、ぜひ食べていただければと思います。じゃあ一人一個、せーので。違う罰ゲームですよ。高橋さんがやった。高橋さんが。まあ変な話、高橋さん。高橋さんがやった食べない。誰もだろ。お土産だから。はい、高橋さんって何。美味しかったら食べます。美味しい可能性も全然ありますから。こうでいいのかな。いや、ちょっと匂いとかがいいんじゃないですか。目に入ると危ない。目に入ると危ないの。うって言った。
甘い匂いがする。え、あ、うまいんじゃないですか。お菓子なのかな。おかしいな。うわうわすごい。洋館なの。うわ気持ち悪い。カレーのルーみたいな。チョコじゃないですか。違うか。カレーのルーみたいな。何個なのかな。はい。じゃあいただきます。はい、ちっちゃい一口です。一口で全部。顔え、どっちっすか。どっち。何の顔っすか。あれ。あ、美味しかったもん。うまいのかな。何なんすか。どっちなんだ。どれで。どっちなんだ。分かった。なるほど。なんすか。何。栗の栗、栗のお菓子なんだけど、へえ、栗？マロン、マロンだ。なんだろう、たまに変な苦味みたいなの来るな。へえ、あ、あ、甘いお菓子かな。いやでもなんか変な苦味もあんな。あ、じゃあちょっと食べれないな。でも栗の風味もあんな。まずくはないってことですね。だから多分10年前の栗のお菓子。いや10年前は栗のお菓子だったんだけど、まずくはないけど、うん、もうちょっと頑張れよ。でも中国の甘栗剥いちゃいましたってことですよね。いやいやいや、そういうこと。剥いてなんかしちゃいましたさあ、うわーなんか変な後味だなこれ。さあ、というわけで、ね、これが序章なので、え、まだあるってことかな。ちょっと食ってみてほしいな、みんなにも。ちょっと後で、はい、微妙だな、これなんか微妙な味だな。というわけで皆さん、高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。お願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバイ。これ、箱とかあんの。今、スタッフさんから箱をもらいました。本当だ、栗菓子。え、全然。いや、色、色さ。いや、色もこれ違うか。全然違う。ダメな色になっちゃってる。これ照明どころじゃないぞ。本当これの色ってこと。これどういう意味なんだろう。いや、これ買ってこれ入ってたらちょっとクレームですよね。確かに日本だったらね。賞味期限大丈夫の。食べてみよう。え、賞味期限ですか。うん、見ますか。あれ、うん、あれ、あれ、え、生産だ、生産。あ、生産。びっくりした、びっくりした。生産で生産を書くんだ、こんなにでかく。多分生産ですよね。あ、じゃあ大丈夫か。多分漢字的に生産でしょ。ちょっと食ってみて。いやなんかね、もうちょっと頑張れよと思う。あ、でも匂いは確かに。そう、匂いは甘い匂いする。開けるのもしんどいな、これ。この出方が嫌だね。わあ、気持ち悪い。いただきます。あ、甘い。うんうん。あ、まあまあまあ。ああ、悪くはないな。あ、でもなんか変、なんかね、ちょっとわかります。なんか、うん、癖になりそうなのも。でもちゃんと栗ですね。栗っすね。確かになんかわかんないのこれ、うん、なんだろう、確かちょっと苦味もあるし、苦味みたいな。いや、ほんとこれなんなんですかね。それ、うん、栗っぽくないしね。まあまあまあ、ね、まあまあ、あ、でも本当に剥いちゃいましたって感じですね、甘栗。なるほど、うん、まあぜひ中国に行った際は、はい、めちゃくちゃ日本語書いてる。本当だ。多分食べる前までがピークだね。確かに、はい、リアクション取りにくい。いや、でも、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。